皆さんこんばんは。 YouTube ライブは久しぶりですね。皆さんめちゃめちゃ嬉しいです。ということで、あけびこみち役の村上真夏です。今日はね、こうやって生ですので、皆さんと一緒にこっちで YouTube の方、こっちで Twitter の方ね、見ながら皆さんと一緒に盛り上がっていきたいなと思いますよ。いっぱいコメントしてくださいね。そしてなんと、あけびちゃんのセーラー服公式 YouTube チャンネル、あけびチャンネルのチャンネル登録者数が1万人を突破しました。ありがとうございます。もう会場はスタンディングオベーションでございます。皆さん皆さん友達になってくださって本当にありがとうございます。とってもとっても嬉しいです。そしてね、そちらの YouTube チャンネルの方なんですが、 Twitter スペースでもお話ししましたが、特別企画真夏の宿題その1、縄跳びを頑張れの動画も公開されておりますので、ぜひね、このミニライブ終了後にぜひぜひご覧ください。ということで、改めまして、あけびこみち役の村上真夏です。先ほどですね、テレビアニメあけびちゃんのセーラー服東京 MX 他での第5話の放送が終了いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんいかがでしたか。ちょっとね、もう村上はですね、すごい、もうとにかくもうずっと本当に目をガン開きで見ていて、終わった瞬間に瞬きしたらコンタクトがどっか行きそうになりました。バリバリで、あわあわって、もう慌ててもう目薬をさしてスタッフさんに、目乾きますねって言ってそのぐらいちょっとね、もうずっと目を開いて見入っちゃいましたね。5話のラストやばかった。そう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 、ありがとうございます。あ、1万人突破ありがとうございます。おめでとうっていう言葉もいただいて嬉しいな、ありがとう。あ、そうそうね、結構ね、虫の描写とかもめちゃめちゃリアルで、そこもすごかったですよね。ということでね、あー、津軽弁の勉強になった。そう、ちょっとみかじさんのね、津軽弁がめちゃめちゃすごくて、まあね、そんな皆さんの感想をですね、 YouTube ライブのチャットもしくは Twitter ハッシュタグあけびちゃんのセーラー服で聞かせてください。もうこうやっていろいろ紹介していきたいなと思います。そしてね、まあ Twitter といえば、さっきですね、もうこのちょうどアニメの放送前の時間なんですけど、ツイッターのスペースで、ツイッターでスペースやってたんですよ。そしたらね、谷川圭ちゃん役のあのアキラさんこと関根アキラさんが、なんとスペースを聞いてくださっていて、しかもその上、私がもうリツイートしてくださいねって言ってたこのね、ミニライブの告知ツイートを、なんとね、引用リツイートもしてくださったんですよ。もう村上は嬉しくて嬉しくて、もう本当感情が爆発しまして、思わずね、あのあけびちゃんの公式ツイッターのアカウントでもあけらさんにちょっとね、返信をさせていただきました。ありがとうございます。嬉しい。なんかこうやってね、聞いてくださったりすると嬉しいなと思います。ありがとう。皆さんも聞いてくださって、見てくださってありがとうございますね。そうね、絆、いろいろ、そう、本当に嬉しいんですよ。嬉しそうじゃなくて本当に嬉しいんですよ。そう、本当に優しい方だ。もうたくさん皆さん優しい方がいらっしゃって、本当に私は幸せでございます。またまた Twitter では感想投稿キャンペーンも実施中です。テレビアニメあけびちゃんのセーラー服公式 Twitter アカウントをフォローの上、あけびちゃんのセーラー服というね、ハッシュタグをつけて感想をご投稿いただいた方の中から抽選で10名様に、私村上真夏のサイン入りあけびちゃんブロマイドをプレゼントします。第5話は2月11日金曜日までの応募受付期間となります。皆さんのご感想をお待ちしております。今回はですね、第5話後半のシーンですね、こみちちゃんとみのるちゃんが2人でおしゃべりをしながら帰っている場面のこみちちゃんになりますよ、ということで、なんかすごい尊いし神々しいね。なんかこみちちゃんがすごくいい夕日に照らされて素敵ですね、かわいい。ぜひぜひ皆さんに届けばいいなと思います。ブロマイドはですね、前は絵柄が違うので楽しみにしていてください。第6話はどうなるのかな、ということで、詳細は公式ツイッターをご確認ください。まだね、このね、アニメの方これから見るよという方もいらっしゃると思いますので、感想をね、ご投稿いただく際のネタバレにはちょっとだけご配慮いただいても、
ここが良かったというよりもなんか尊かったとかね、そんな感じでお願いしたい、尊かったって思ってもそしたらもう伝わる、あ尊かったんだなって、えそんなに食べますよ、まあ、あとはもうコンタクトバリバリとかでも全然いいんですけど、まあねやってください。そしてね放送前にツイッタースペースあけびちゃんのスペースを配信しておりまして、放送後にですね YouTube ライブあけびちゃんのミニライブをお届けしております。深夜なんですけど皆さん見てくださってありがとうございます。お尊かったってたくさん言ってくださってる、みんな嬉しい、嬉しいなあ、尊かったよね、そうそう、テーテー部入りましょうじゃあということで久しぶりのね YouTube ライブなので本当にもう私は興奮と緊張がもうどっちもいます。楽しんでいきましょう、テンション上げてくぞ、バイバイ。皆さんのコメントもねこうやってどんどん拾っていきますので、すでに540人も見てくださってるの、嬉しい、ありがとうございます。皆さんすごいたくさん見てくれて嬉しいな、あーちちちち間違えた間違えた間違えた、ちょっと使い慣れてないあ大丈夫です、戻りました、ちょっと、ね、スタッフさんのお借りしてて今、なるほどね、はい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 、ていてい深夜テンション、そうですよ、やっぱり深夜テンションとねアニメを見た後の興奮がもう今すごいんで、もう私の多分爆上がり、いろんなものがということで第5話もちょっと適当すぎたかな、第5話もね振り返っていきましょうということで、先ほど最速放送が終了したあけびちゃん第5話についてねお話ししていきますということで、こちらにございますのは毎度恒例第5話のアフレコ台本ということで、わーい、放送表紙にも使われている放送前に公式ツイッターで公開されていました黒木みゆき監督直筆のイラスト&コメントはもうご覧いただきましたか、ということでかわいい、これもうほんとかわいい、私もこの台本をいただいた時になんだかわいいと思いましたね、なんかもうねみんなかわいいんですけど、このね本当に後ろの方にいる子たちもかわいいんですよね、はてなって、今日のねアニメの方でも出てきた子たちなんですけどね、クラスメートかわいい、もうさおしるこ飲みたくなっちゃうよね、あんなんされたらもう興奮したよ、そしてサンドイッチも食べたくなりましたね、あとでもあのねわしろさんとねなわしろさんのあの二人も何を思ってなわしろさんはあのセリフを言っていたんだとかもう深読みがしちゃうしちゃうということで、なんかこれスタッフさんが台本書いてくださってるんですけど、なんか皆さんが YouTube ライブで村上真夏を見ているとき、村上真夏もまた皆さんを見ているのだっていうね、もうすごいねコメントを書いてくださってて、そうですよ皆さんのことめっちゃ見てますからね、ああなた今あくびしたでしょう、分かってるんですからね多分一人ぐらいは多分今あくびした人がいるはずだから、あまたつかなかった怖いそうになった次は YouTube 飲みよう、そうそう見てるんですよ皆さん、あやっぱりありがとうございます、あくびしてた人いたでしょう、あ今あぐらかいてる人もいるでしょう、見えてるんだから数打ち当たるということで、まあねこんな話も置いといて、早速ね今日の放送についてお話ししていきたいんですけど、なんとねこちら場面カットも用意していますので早速見ていきましょうか、まずはこちら、これ前半の方ですね、蛇がいてかわいい、ほくまさん何を思ったの、この目がかわいいですよ、もうねかわいいわ、この独特の髪型もかわいいんだな、ほくまさん、まあね、そして次いきます、次のカットこちら、あらららら、これもうね後半の方の割と最初のシーンですかね、峠口さん手に持ってるのは何って、まだ見てない人もいるかもしれないからネタバレはしないで、何持ってんの、この後これが結構キーポイントになってくるのでこれから見る方は見ていただきたいなと思いますけど、そうねもうこの話数にしてねみのるちゃんとあゆみちゃんがねフィーチャーされてたんですけど、そうこの回はちゃんとねアフレコフィーチャーこの回のアフレコ、あのそのみのるちゃんとあやみちゃんの役の
あの小原みの好美さん、あのコッコさんと三上しおりさん、三かしんさんと一緒にあのアフレコさせていただきまして、もうね、あの名前決めさせて、私は永遠にこの、すみません、携帯の付け方一回教えて、あ、付けました、ありがとうございます。そう、名前のね、付け方、呼び方かのね、相談をさせていただいて、私はもうコッコさんとミカシーさんと呼ばせていただいております。わあ、緊張する。そう、前でその3人での収録だったんですけど、その収録の後の話数でもなんかアフレコが前後ですれ違ったりしたら、なんかこの後頑張ってねとか、なんかお疲れ様っていう風なのも声もかけてくださって、もうめちゃめちゃね、その嬉しかったんですよ。そうやってアフレコでご一緒できて、そうやってなんか声かけてもらって、なんかこの後配信頑張ってとか、今度生配信やるんでしょとかの声かけてくださって、めちゃめちゃ嬉しかったです。これからもね、なんかもっともっとお話ししていけたらなと思います。まあね、そんなアフレコ話なんですが、皆さんのなんか印象に残ったゴアのシーンあります？教えてほしいな。そう、本当にの優しい先輩方でね、もう本当におんぶに抱っこでした。私はもう肩車もされてたぐらいかも。おんぶに抱っこに肩車、うん、おしるこジャンプね、可愛かったね、おしるこジャンプ。もう あんなんされたら、え、でもどうだろう、なんか私だったら最初はちょっとまず助けたくないかも。やっぱりその頑張ってる姿を見たい。なんかすぐ助けちゃったら、あの可愛さがね、終わってしまうと思うと、ちょっとね、 S 心でもうちょっと頑張ってみなよと思っちゃうかもしれない。すごい、ホタルちゃんのねところ人気ですね、やっぱり。あとあれですよ、小道のねニョロニョロダンスも可愛かった。あれ最後の提供のシーンでも使われてて、思わずスタッフさんと、この可愛いシーンなのってなっちゃった。可愛かった。もうちょうどね、アニプレックスさんの L と E を行き来してましたね、ニョロニョロで。可愛い、 LE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  可愛い、可愛かった。そうね、ニョロニョロダンスいいですね。ね、ロッカーからの観察もね、あれすごい、なんか音声もいい感じにそのロッカー感出ててよかったな。そうね、そうね、そう、確かに自販機のシーンで小道ちゃんの今良かったシーンで、代わりにね、私が届くからっておしるこのボタンを押すのではなく、ホタルちゃんを抱っこ、抱っこ、なんかちょっと持ち上げて、ホタルちゃんに押させてあげてる、あのね優しさ、もう普段からきっとやってあげてるんだろうな、カオちゃんにみたいな。やっぱりカオちゃんがね、自分でしたいって思ったことはさせてあげるっていう、もうそのお姉さんの優しい気持ちにも、村上と多分世界の多くの人は心打たれてましたね。いいですね、可愛かったね。おー、わー、ちょっと可愛かったですね。そう、あ、やっぱりね、皆さんいろんな育ちの良さが出てましたね。確かに、まあ、いろんな可愛いシーンもありましたが、ここからはお知らせコーナーですね。今日は盛りだくさんなので、ちょっと皆さんしっかりついてきてくださいね。もうここからはメモ必須でございますよ。まずはこちら、テレビアニメあけびちゃんのセーラー服ブルーレイ &DVD 全6巻の発売が決定しております。1巻は4月27日に発売です。完全生産限定版特典として、原作ヒロ先生書き下ろしの全巻収納ボックス、書き下ろしジャケット、特製ブックレット、特典 CD、 特典映像、各はオーディオコメンタリーと、本当に豪華な特典付きとなっております。そしてヒロ先生書き下ろしの全巻収納ボックスのサンプルイメージも公開されております。こちら、かわいい。あー、みんなのね個性が本当に出た素敵な映像、映像じゃない、写真、写真じゃない、イラスト、かわいい、素敵ですね。ぜひぜひ皆さんの手元に撮っていただきたいなと思います。また第2巻以降の発売情報や店舗購入特典など、詳細は公式サイトをご確認ください。また続報をお待ちいただけると幸いです。続いて楽曲に関する情報です。まずはこちら、小道が憧れているアイドル福本美希のミニアルバムヘムが今月2月23日水曜日に発売となります。うわー、そしてね、ジャケット写真も公開されましたけど、
こちらねアニメ3話の劇中で小道ちゃんとねケイちゃんが2人でスマホでね曲を聴いている時にも出ていましたが、ミキちゃんのカバーアートとなっております。爽やか、めちゃめちゃ可愛い。この洋服も可愛いし、このおみ足がちょっと見えちゃってるところもね素敵ですね。あのふくらはぎの膨らみも良いし、ちょっと太ももの、ね、付け根にかけて膨らんでる感じもなんか女の子って感じでいいねと思いますけど、素敵ですね。そしてこちらの店舗共通購入特典も公開されています。こちらです。福本美希 CV 斉藤鹿さんからのおはようおやすみ応援ボイスメッセージダウンロードカードということで、いやーこれみきちゃんのボイスメッセージ私もめちゃめちゃ聞きたいんですけど、むさんどうですか、おはようとかお休みとか応援どれが気になります？いやどれもいいな。だってなんかおはようボイスをもう朝の目覚ましボイスにしちゃったらもう多分ね起きるのが苦じゃなくなると思う。聞きたいからもうすごいもう耳が開きまくると思うんだよね朝から。しかもねこちらボイス原作ヒロ先生監修で福本美希演じる斉藤鹿さんによる完全新作取り下ろしということで、貴重だし贅沢だしも聞くしかないんですよ。こちらすごいよ。なんて言ったってねこのボイスの使い方はあなた次第です。すごいちょっとかっこいいあれっぽくあなた次第ですからね皆さん。あ、応援されたい、確かにいいかもしれない、応援されるといいかもね。この可愛いみきちゃんに応援されたらなんか頑張れそう。確かに、いやもう全部かな、朝起きてなんか朝ごはん食べながら応援ボイス聞いて夜はもうおやすみって言いながら寝る、素敵な一日になっちゃうな。贅沢だ、贅沢ですよ。そしかもさ、ヒロ先生監修の書き下ろしで斉藤鹿さんによる取り下ろしよ、レアレア、ここでしか聞けないんだから。なんて言ったってすごい、どこの通販番組やって、通販じゃない本当にいいなと思ってるからですけどね。ね、ということでぜひぜひ皆さんにもね聞いていただきたいなと思います。続いては楽曲の配信情報です。福本美希ミニアルバムヘムに収録されている全6曲とそのヘムに収録されているミキちゃんの楽曲をローバイ学園中等部1年3組がカバーしたテレビアニメあけびちゃんのセーラー服のオープニングテーマ始まりの刹那が同じく今月2月23日に配信予定となりますということで、そうなのよ、なんとね始まりの刹那ね16人で歌ってるんですけど1年3組のクラスメート、実はねスーパーアイドル福本美希ちゃんの曲をカバーしていたんですよ。実は知らなかったでしょう。なんかそう思うとこのね曲の見え方とかなんか歌詞の意味とかもねちょっとなんか撮り方が変わってくるんですよ。そう待ってた、そうそうそうなんです。ぜひぜひ配信でね何度も聴いていただきたい。しかもこのみきちゃんバージョンと聴き比べもできるから本当にもう最高ですよ。ちょっと素敵すぎませんということでたくさん聴いていただきたいなと思います。そして配信情報のお知らせです。 D アニメストアにてつい先ほど25時から第5話の最速配信がスタートしました。その他配信プラットフォームでは2月8日火曜日の正午12時より順次配信開始となります。詳細は公式サイトをご確認ください。また現在ギャオでは第1話から第4話まで一挙配信を実施しております。2月8日火曜日の11時59分までの期間無料でまとめてご視聴いただけますので、ぜひこの機会にご覧ください。テレビ放送でご覧いただいた方も見逃しちゃったよという方もご利用のサービスで何度でもご視聴くださいね。本当細かいところまで何度も見返してほしい作品でございます。そして放送情報です。 MBS にてこの後26時18分より放送開始です。特別編成なので今日はレギュラー放送時間より10分押してのスタートとなります。こちらご注意ください。さらに日付変わって2月6日日曜日には23時から BS 朝日にての放送となります。全国どこでもご覧いただけますのでぜひご覧ください。そして最後にイベントのお知らせです。先
発表されましたが、3月に開催されるアニメジャパン2022内にてアケビちゃんのセーラー服スペシャルステージの実施が決定しました。嬉しい、ありがとう、みんな興奮してるぜ。ということでアケビちゃんのステージは3月26日土曜日朝の10時50分からグリーンステージにて実施となります。出演は私村上真夏と木崎エリカ役の天宮そらさん、うさぎ原東子役の木戸あかりさん、古城智音役の和歌山紫苑さんです。ということで給食班の4人でやっちゃいますよ。現在ステージ応募券付き入場券が発売中ですので、こちらをご購入の上あけびちゃんのステージへのご応募お待ちしております。詳しい詳細の方はアニメジャパン2022公式サイトをご覧ください。ということでね、早いものでなんともうこちらの YouTube ライブもそろそろ終了のお時間なんですよ。皆さんどういうこと？びっくりですよ。絶対行きます、アニメジャパン来てね。見てるのバレてたってコメントしてんだからバレてるに決まってるでしょ。皆さんやったぜ、興奮してるぜ。すごいイラストとかも描いてくださってる、嬉しい。絶対行きます、来て来て。毎回さ、今来たばっかりっていう人がいるんだけど、ほんと嘘でしょって思っちゃうんだけど、すごい、いや本当なのかな、やばい、だったらどうしよう、嘘って決めつけるのは良くないな。あ、いやいやでもきっと嘘。体感5秒、体感5秒、そう、でもそうアニメの方もほんと体感5秒だよ。なんか始まったと思ったらもうずっと目見開いて見てたらもう終わっちゃったと思うんだけど、目は乾いてるからきっと時間は経っていたんだろうな。そう、目の乾きで実感する。あ、確かに今来たばっかりと思うくらいのあっという間、確かにそうですね、嬉しい。あ、確かに、そっか、配信見てからこっちのライブ来てくださる人がいたとしたら今来たばっかりか。あれちょっと待って、公式チャンネルが今来ましたって、嘘ばっかり、もうすごいやってやったって顔してますけど嘘ばっかり。あっちか、嘘ばっかり。ちょっとね、コメント、そっか今来たばっかりだったんですね。でもあのプライベート、あのずっとお腹鳴りそうって、今来たばっかりなのにお腹鳴りそうなんです。バラしちゃう。でも人のこと言えないんです私は。なんとこの間この間私が本当にお腹が鳴りやまなくて、あの撮り直してたんで、私は一回は皆さんには多分私のお腹の音は届いてないんですけど、現場にはね私のお腹の音が鳴り響いてたので。鳴らしていきましょう、みんなで奏でましょう、始まりの刹那奏でましょう。グググググって、やばいよ、くだらないかもしれない。でも今、え、700名の方が今見てくださってる、嬉しい。この700人できっと協力すれば始まりの刹那だってね、腹の音で奏でられるかもしれない。やばい、奏でましょう。なんか多分みんなのお腹の音って音程違うからいけると思う。私低めみたいな。ほんと私めちゃめちゃ、そうさっきもねお腹の音で話してたんですけど、私のお腹の音ってめちゃめちゃでかい上にちょっと低くて、学生時代にね英語のリスニングのテストしてたんですよ。そしたらまあリスニングでめちゃめちゃ静かなのに、私がもうお腹をグーって鳴らしちゃって、まあテスト中だし誰も突っ込まなくて、あ、これはやり過ごせたなと思ったんですよ。そしたら隣の席の子がテスト終わったら、そうそう、お腹の音がチャイムだと思ったって言われて、なわけ、テスト終わったかと思った、なわけあるかいみたいな。私そんな肯定なかった、音にグーだった。もうね、そう恥ずかしいやつ。何の話してるか分からんけど最高でした、ってちょっとまあ深夜テンションだから許して、お腹の音が鳴っちゃったよって話ですね、まあ、端的にまとめるとね。そうそう、あ、もうねこんなことをやっちゃって、まあ、そう、でもそうそう、皆さんにもいろいろ失敗はあると思うんですけど、それこそ第4話のあけびちゃんもね、かわいかったから、第5話、ね、最後の
こみちちゃんの神々しさったらないよ、あれ超飛んじゃってるもん。可愛かった、あのシーンのね、アフレコもなんかどれくらい神々しく言うかみたいなのを結構ね監督さんとも相談して、なんかあまりにも最初はなんか神々しく言ってなんかすごい小道感がなくなっちゃったりとか、なんかそれはいつもの感じですねみたいな感じでいろいろ結構ね試行錯誤もしたので、そこも後でねなんか聞き返してみていただけたら嬉しいなと思います。そう、ああそうね、東樋口さんのあれ、もう私はその台本読んでアニメを見てるから、台本読んだ時になんか文字で最初は分かんなくても、あこういう意味かなと思ってたんですけど、なんかいざ台本なしでアニメで聞いてみるとすごい本当に訛りで方言ですごい良かった。でも私も実はその津軽部家族が津軽出身、津軽出身なのかな、津軽部喋れる人がいて言えます、ほんまにめんごいおなごですな。これは津軽弁でめっちゃ可愛いやんって、可愛い女の子おるやんみたいな、そこは関西、めっちゃ可愛い女の子おるなっていう、最近私の関西弁力上がってるので今も出てたりするかな。そう靴の音鳴っちゃった。これは腹の音じゃなくて靴の音ですよ。また鳴らせる、あ鳴らせないそうこうやってさ、なんか例えばさ椅子をなんかね動かそうとしてキュキュキュッと音が鳴って、違うんですこれ今あの椅子の音なんです、もう一回鳴らせますって言って鳴らそうとするときに限って鳴らない。もうそういうことある、あ皆さんのこれ共通ですよね、ありますよね。でね、そうなんかこんなくだらない話をしちゃって、あすごい750名ぐらいありがとうございますね。そう方言可愛かったね。ということですごいもう終了のお時間ですと言ってから結構お話しさせていただきましたがね、来週2月12日土曜日第6話放送前のツイッタースペースは事前収録での配信を予定しております。なんとこちら先週のアキランさんに続いてゲストをお迎えしております、します、未来系します。一体ねどなたがゲストなのか知りたいでしょう。こちらは近日お知らせしますのでね、皆さんちょっと楽しみに待っていてくださいということでね、待っててね、絶対楽しみに待ってて、あそうまたゲストですよ、楽しくお話ししたいなバレてるから楽しくお話ししたいです。そう誰ですかね、ウルトラ応援します、ありがとう、誰が来ても嬉しい、そう誰が来ても嬉しい、クラスメート、私もねどなたとお話してきても嬉しい、本当にいつも楽しくて、皆さんありがとうございます、ここで愛を支えとこ、皆さん大好きということでまあやってきましたが、そう久しぶりの生配信でめちゃめちゃドキドキもしたんですけど、あのインスタライブ、インスタの方で私への質問っていうか募集してたので、そちらもねちょっと答えていこうかなと思うんですけど、どの順番でいったらいいのかな、あじゃあちょっとあの決まった順から言うと、まあ学生時代にセーラー服を着たことありますかという質問なんですけど、私中学も高校もブレザーだったんですよ。なので普通の制服はずっとブレザー着てたんですけど、まあねやっぱりセーラー服って憧れちゃうんですよ、着たいなと思って。なんで私文化祭で軽音楽部でステージに立ったんですけど、そのステージの衣装がセーラー服でした。しかも真っ黄色のセーラー服で、まあ、なんていうの、本当の服、洋服、制服じゃなくてのなんちゃってみたいな感じの真っ黄色なんですけど、もうね今でも家のクローゼットに入ってるんですよ。だからねすごいたまに見て、あこれを着ていたのか私はと思うし、写真も見返して、そうそれこそ私峠口さんみたいなツインテールの髪型にセーラー服で着てたんですけど、可愛かったなと思ってね、それにギターで弾いて頑張ってましたよ。そんな感じで、そしてあけびちゃんと似ているところはありますかっていうね質問もいただいたんですけど、なんか自分でこうというよりは
よくね周りの方に言っていただくのはなんか元気なところがあけびちゃんと似てるねというふうに言っていただけます。ありがとうございます。元気なところが似てますか？似てたらいいな。笑顔、そうニコちゃんの日だから笑顔でいきます。そして最後、ね、本当に聞きたいのかなんですけど、恒例の今日のご飯はということで、今日のご飯は何だと思います皆さん。本当多分なんだろうとびっくりすると思うんですけど、焼肉弁当なんですよ。今日も焼肉弁当でもね、その別にそのスタッフさんがいつも焼肉弁当ってわけじゃなくて、私がお願いしててまあちょっと私がねまずお肉が好きなんですよ。だから私お肉好きだな、お弁当お肉食べたいなっていうふうに言っていたら、スタッフさんがそう、それをちゃんと叶えてくださってて、毎回お肉弁当なんです。でもしかもね、同じお肉弁当かと思いきや毎回お店が違うんですよ。すごいな、これがすごい。だから味とか肉の切り方とか、なんかついてるナムルとかキムチとかの量とかも違うんです。だから同じ焼肉弁当でも全然違うから。しかも今日はこの後チョコとねケーキも待ってますから冷やされてる、嬉しいで、あのまあとんかつもあるんですけど、それはちょっと持って帰ろうかなと勝手に思っております。そしてまあそんな感じで質問に答えていきましたが、第6話放送後の YouTube ライブはお休みとなりますので、次回配信予定のお知らせをお待ちくださいということでね、いろいろ配信していきましたが、甘やかされてる、そう甘やかしていただいてる、どうしよう本当なんか今日ここの現場に来て、もう一目散に一番最初にしたことがお弁当を食べるっていう一番最初に今日は何だろう、あ肉弁当だって食べて、あショートケーキもある、後で食べますねみたいなで、なんかその時はチョコが冷やされてたんですけど、そのチョコの説明書みたいなのがあって、見てこれチョコの説明書があるけどチョコないなキョロキョロみたいながめつい女だった本当にいつも幸せです。そうそっか、私がエンディングめちゃめちゃ喋ってるから今来たばっかりマンでも10分聞けてるってやばいやばい、話しまくっちゃった。そう仕事現場ですよ、仕事現場とは思えない、まあ、でも確かにねすごくあの楽しい現場です。楽しくて美味しくて幸せで優しい現場、どれだけ食うんだ。いや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 、今日はいっぱい起きてるんで時間があるからまあくだらない言い訳をしてしまったということで最後に来週2月12日土曜日24時30分から放送開始となる第6話の次回予告やあらすじは2月9日水曜日の18時に公開予定ですので、公式サイトやツイッターをチェックしてくださいね。ということで、うわー待って、今なんか飯テロ画像見ちゃった、なんでやめて、お腹鳴っちゃうじゃん本当に、もう美味しそう何美味しそうなんですけど、うわみんななんか食べたもの言ってるんだけど、何何美味しそう、いいのいいの大丈夫、公式さんも今来たんだから確かに公式さん今来たのにエンディングですっていうカンペを出しましたがということで、いろいろお話ししてきました、楽しかった。あ先に飯テロしたのは真夏、あこうやってもほらどんどん話しちゃうからということで、以上あけびこみち役の村上真夏でした。ご視聴ありがとうございました。また明日。